女神アンビカーが8人の女神たちマトリカスを引き、ラクタビージャと戦っているシーンが描かれている。デイビー・マンハート・ミアのページ。マトリカス順に、ナラシュミ、バイシュナリ、クマーリ、バイシュバリ、ブラーミ、バラヒ、アインドリ、チャムンダ・ナイシカーリー、アンビカ。右下では、ラクタビージャの地から分身たちが湧き出ている。ラクタビージャ討伐後、芝神の腹の上で踊るクルーカーリー。 ラクタビージャは、インド神話に登場するアスラ族の指揮官である。女神であるドゥルガーやチャームンガーと戦った。地面に、自分の血液が滴ると、滴った場所から分身が現れる能力を持つ。南インドではラクティブハイジャ、東インドでは、ラクテイブリと表記される場合がある。デイビー・マーハートミアの、第8節には、アスラ族の仲間である、シュンバと、ニシュンバと共に、 女神ドゥルガーとの戦闘を繰り広げるラクタビージャが描かれている。ラクタビージャは傷を負ったが、地面に滴り落ちた力数えきれないほどのラクタビージャの分身が現れ、ドゥルガーを困難に陥れた。しかしこの時、怒り狂ったドゥルガーの額から地面につくほどの長い舌を持ったカーリーが現れ、ラクタビージャから滴る血液を全部舐め取り、 避けた大きな口でラクタビージャの分身をむさぼり食べてしまった。その結果、分身を作ることが叶わず、ラクタビージャは最終的に抹殺された。その後カーリーは勝利を祝って踊り狂い大地が割れそうになったところ、夫の芝がカーリーの足元を腹部で支えながら狂気の舞踏が終わったという、ありがとうございます。